おお、何もない。さっきのあれですね、あのレフさんの家相当広いですね。あれはとりあえず出ましょうか。あれ？どこ行った？レフさん中にいたわけじゃないよね。なるほど。道具でいつでも行けるということですね。OK です。さて、どこ行きましたでしょう。どこにいますと。いや、感謝感謝ですね。一国一城の主となりました。これでなんかね、家具とか揃えられるみたいなので、レウスさん宅みたいにはならないと思いますが、あんなにねいっぱい貯めるのは無理かと思いますけども、少しずつね家らしくしていけたらなと思っています。草原地区にいます。どうやって行くのさ、草原地区。建築こっちに引っ越そうとしてるんですかね。そんなことないかな。草原地区に行く。あっちの方にいますね。これここはまたなんかだいぶ雰囲気が変わりますね。なんか家っていうよりはこれなんて言うんだろう、テントみたいな、そんな感じの建物ですね。家具屋、あ、家具屋さんに来てたんだ。ほう、あ、これでいろいろ買えるわけですね。なんかね、この職人の設備も置けるっていうのがいいですよね。取引来ました。薬草しかないんですけど何を。大賀ベッド、裁縫設備、おお、スライムチャイム、マジっすか、こんなにいいんですか。魔法の小瓶もつけましょうか素晴らしい、至れり尽くせりですね。いろいろ買っていただいたみたいです。こっちはなんだ、庭
まぐ、いや、看板、あ、看板もつけられるんだ。郵便ポスト、あ、自分の家で荷物が受け取れる。おお、いいですね。モンスターのお家、うん、おお、モーモンバザーの看板、いや、いろいろありますね。さすがなんかドラクエ10って感じですね。すごいですね。この辺のなんか家の設備とかね、今までのやってきたゲームではこういうのはなかったですね。またなんか買ってくれたということでしょうか。ブランコ付き庭木、あ、郵便ポストも買っていただいて本当にいいんでしょうか。薬草と魔法の小瓶ぐらいしかあげられないんですけど、常薬草14個、おお、申し訳ないですね。薬草1個に常薬草14個、全然割に合わないじゃないですか。申し訳ないですね。ありがとうございます。ありがとうございますと。これなんか、そういえばなんかできんだよね。ありがとう。仕草ができると。ポストとブランコは庭の家具です。はい、家を建てるじゃなくて、家に入れば設置できるので、ちょっとやってみますね。家具の配置、大型ベッド、あと100個の家具を置くことができる。庭具は看板調べれば配置できます。了解です。回せないのかな。回転はできなっぽいですね。とりあえずここでいっか。あ、回転なんか書いてあったな。まあいっか。あとでね、ちょっと配置替えはしていきたいと思います。スライムチャイム、あ、これで回転ですね。メッセージが残せるんだ。思い出写真機、思い出写真機っていうとなんですかね。ここに写せるような感じで置いてみますか。貯金箱、
貯金箱はここで。なるほど。でちょっとじゃあ外出てみましょう。それで、こっちからかな、庭をいじるかな。ブランコ付き、ほう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 、ポスト、ポストですか。あとはなるほど、あとは管理人呼んでウェルカムハウスにすれば僕も入れるので、あ、了解、はい、やっています。管理人を呼ぶと、ウェルカム設定かな。現在この家はウェルカムハウスに設定されていません。たくさんの人がこの家を見つけて遊びに来てくれるのかもしれません。なるほど、モンモンバザー、インテリア自慢、まあ何でもいいや。はい、はい、設定しました。どうぞ。あ、もう入っちゃいましたね。入ると、まだね、これだけだと本当に小ざっぱりしてますね。相当もいろいろなものを買ってますね、レウさんはね。あんだけ綺麗な家になってますんでね、すごいですね。これなん、あー、使う、ちょうどね、あの裁縫職人にね、最終的にはなろうと思ってたので、これは助かりますね。今はちょっと別な職人をね、やっていこうと思ってやってるんですけども、大工よりも雰囲気も変えられます。あ、そうなんだ、雰囲気も変えられる、それは面白そうですね。いろいろありがとうございますと。ありがとうございます。さてと、じゃあ細かい設定はね、また後ほどいろいろやっていきたいと思います。で、新築祝いということで、祝いどころかもう全て至れり尽くせりでありがとうございます。まさかね、こんなに早く家が持てるとは思っておりませんで。プチバズズ、プチバズズって何ですかね。おごります、
千葉ズズってなんだろう。プチバズズ。レンドは。はい。レンドアはねないんすよ。電車で行かないとダメですね。ですね、じゃあとりあえずね一旦ここで切ろうかな。ちょっとだいぶ長くなりましたんでね。でまたねこの続きちょっと撮れそうであれば撮影していきたいと思います。もしかしたらね全然違う動画が次はなってしまうかもしれませんけども、それでは視聴者の皆様ご視聴ありがとうございました。